こんにちは、モニッコです。今回はですね、テキストのアニメーションが表示される範囲ですね、こちらをコントロールする方法をお伝えしたいと思います。今回の解説はご質問いただいたことに対してのですね、回答になりますけれども、エンドロール、こちらのですね、範囲設定をされたいということですね。では実際このテキストのエンドロールをですね、まずこのような形で配置をします。プレビューしますと、このような感じでですね、エンドロールが始まって消えるという感じ、設定ができました。これ表示の長さとかですね、この辺はこちらのエンドロールのタイムラインの長さを変えることで始まりや終わりの時間っていうのがかなりコントロールできますけれどもね。さあ、これのですね、今これ画面の一番下、終わりの方も画面の一番上まで完全に表示されちゃってますよね。これをコントロールされたいということになりますね。これですね、単純にクロップを使うことで解決できます。ではやってみたいと思います。FX からフィルターですね、 FX からクロップを選んで、このクロップをですね、このテキストのところにですね置いてあげます。ではですね、クロップの調整をする前にまずこのエンドロールの位置を調整してしまいましょう。例えばこのキャラクターにかからないように文字を調整します。ではこちらのクロップのフィルターカスタマイズをします。さあ、そしてタイムラインの真ん中辺ですね、この辺で文字を表示させておいてクロップの位置を調整します。タイムラインの真ん中あたりでですね、ダブルクリックしてポイントを作ります。キーフレームですね。ではこれでクロップのこの表示範囲ですね、この表示範囲がずれると文字が消えてるのが分かりますよね。あとは上下均等にしたい場合はセンターぐらいの位置ですね、始まりの部分と終わりの部分がこう調整できますので、あとは実際の表示の高さなどですね、こちらを自分で調整していきます。幅も調整していきます。幅はあまり今回の場合は関係ないと思いますけれどもね。で、これ、動いちゃってますよね。なので、今設定したこの中央のポイントに、始まりも、始点もですね、終点も全部合わせますので、すべてにコピー&ペーストをします。そうすると、これで、クロップの表示される位置が固定されます。さあ、こんな感じで出来上がりましたので OK をします。さあ、見ていただけるとわかりますよね。この文字の始まりが映像や画像の途中からこんな感じで、そしてまた途中で消えていく、こういう風になります。さあ、せっかくできてちょっと喜んでいるところなんですけれども、これお分かりの通りですね、この文字が始まる時間帯が当然のことながらこの幅分さらにずれちゃってるんですね。ですからこの画像に対しての時間ですね、表示にぴったり合わせるっていうのは実際できていません。で、こういった場合どうするのかというとですね、まずちょっと作業用としてタイムラインを増やしておきます。オーバーレイをですね、2つにしておきましょう。そしてテキストとこの画像をですね、1回ずらしてあげます。さあ、そしてですね、画像をちょっとずらしてあげて
これなぜずらして真ん中辺に持ってくるかというとですね、このテキストの方のですね、こちら、始まりと終わりの部分をですね、この画像の長さに合わせるために調整をしていくわけですね。テキストの表示の長さを変えて、まあ、ぴったり合わせるようにするとなると、このぐらいでしょうかね。まあ、これでかなり合ってきたのではないかと思います。もうちょっとテキストの長さを短くします。あともうちょっとですね。まあ、これでほぼ いい感じですね。テキストの表示の長さがこの画像の表示の長さに今合いましたので、ここで何をするかというと、ここで一回ですね、このテキストの部分だけをですね、これ映像として書き出してしまうんですね。ではテキストの部分を選択してアニメーションに変換、これを押します。さあ、これどういうことかというと、テキストとしてのアニメーションの表示をさせているとですね、長さを変えてしまうと始まりと余白みたいなのがずっとこうついて回っちゃうんですね。なんですが、これアニメーションとして映像として書き出すとですね、余白の部分だけをこうカットすることができます。ですので画像や映像の表示の長さにですね、ぴったりスタートと終わりというのを合わせることができます。はい、今少し時間の方かかってますけれどもね。これちなみにですね、文字だけが書き出されるので、下の映像とかはですね、変えることがちゃんとできます。ただ長さの方を変えてしまうと、また再調整をして書き出す必要があります。さあ、文字の部分が書き出されました。ちょっと今先ほど作ったテキストをちょっとどかしておきますね。では映像を元のタイムラインに、画像ですね、元のタイムラインに戻して、今出来上がった文字の部分のアニメーションだけをこんな感じで持ってきます。さあ、そして文字の始まりの部分で、ここでカットしてしまいます。終わった部分ですね、こちらもカット、もしくは長さを縮めちゃいます。そしていらない部分はデリートします。さあ、これで文字の部分をずらします。こんな感じですね。
では再生をしてみましょう。さあいかがでしょうか。途中から現れてですね、途中に消えていくという感じで長さもぴったり合いました。ちょっとですね、時間を合わせるというのは少し手間はかかりますけれども、まあ、このクロップとですね、テキストのこの表示ですね、アニメーションを合わせていただければ、好きな位置から文字が現れてですね、好きな位置で消えていくという、こうした設定ができます。さあ、今回はここまでになります。